私は調査兵団団長、エルビン・スミス。本日私が話すのは、率直に言えば調査兵団への勧誘だ。諸君らはすでに巨人の恐怖も己の限界も知ってしまったことだろう。しかし人類はこれまでにないほど勝利へと前進した。エレン・イエーガーの存在だ。我々は彼と共にウォールマリアの奪還を目指す。今期の新兵にも1ヶ月後の壁外調査に参加してもらう。そこで死亡する確率は約3割。4年後にはほとんどが死ぬだろう。この惨状を知った上で、自分の命を落としてもやるというものはこの場に残ってくれ。以上だ。他の兵団の志願者は解散したまえ。君たちは死ねと言われたら死ねるのか。死にたくありません。そうか、みんないい表情だ。では今ここにいる者を新たな調査兵団として迎え入れる。これが本物の敬礼だ。心臓を捧げよう。はっ。お前か。大したもんだな。お前、最近腕を上げたと思ってたが、こうやって自主訓練をしてたんだな。と、邪魔して悪かった。俺に構わず続けてくれ。どうした？立体起動装置の故障か？見せてみろ。ああ、任せろ。原因は分かった。部品が一部摩耗していたせいだ。取り替えないとな。にしても一体どれくらい訓練を続けてたんだ。ここまで部品が痛むなんてよ。よし、決めたぞ。次からは俺もお前の自主訓練に付き合う。一緒に鍛えた方が効率も上がるだろう。
よし、決まりだな。兵士として人類を支えるなら高い能力がいる。協力して腕を上げていこう。人類の未来のためだ。貴様の考えを言え。見どころがある。緊張。元気かよ。ミカサ、アルミ。エレン、何かひどいことされてない？ねえよ、そんなことは。なあ。何をされたの？体を隅々まで調べ尽くされたとか、精神的苦痛を受けたとか。おい、余計なこと言うなって。お前ら、ここにいるってことは調査兵になったのか？ってことは、憲兵団に入ったのはジャンと兄とマルコだけか。憲兵団に行ったのは兄だけだ。マルコは死んだ。ジャン、まさかお前まで。今なんて言った？マルコが死んだって言ったのか？誰しも劇的に死ねるってわけでもないらしいぜ。あいつは誰も見てないところで人知れず死んだんだ。お前、
巨人になった時ミカサを殺そうとしたらしいな。つまり巨人の力を掌握する術を持っていないってことだろう。俺たちはエレンに見返りを求めている。きっちり寝踏みさせてくれよ。自分の命に見合うのかもな。だからエレン、お前本当に頼むぞ。エレン、そんなに気負うことはねえぞ。俺たちもいる。うん、僕たちも協力し合えると思うよ。そんな面してたらクリスタが怯えるだろうが。作戦は問題ない。油断は禁物だ。104期訓練兵がそれぞれの兵団に配属された後、調査兵団では第57回壁外調査に向けて新兵の訓練が行われた。彼らが叩き込まれるのは調査兵団団長エルヴィン・スミス自ら考案した長距離索敵陣形。巨大な陣形を展開しながら深淵弾で情報伝達を行い、巨人との接触を回避して目的地を目指すものである。そして今後の作戦の鍵となるエレンはリヴァイ班に護衛される形で陣形に組み込まれた。正式に調査兵団に加わった彼もまた第57回壁外調査の一員に組み込まれた。しかしこの壁外調査に隠された目的があることなど彼をはじめとした新兵たちには知る由もなかった。いよいよ始まるね。市街地を抜けて平原に移動し、長距離索敵陣形の展開準備に取り掛かる。後続班は平原に出てから本隊と合流させる。ミカ、後続班の援護と誘導を頼む。分かった。どうやら旧市街地内に巨人が集まりだしたようだな。援護班、後続班の本隊合流を援護するぞ。本隊合流までの移動距離を短縮するため巨人を排除しつつ進軍ルートを確保しろ。巨人を討伐し道の安全を確保すればより早く旧市街地を通過させられる。片付けよう。この大通りが使えれば
後続班の移動距離を短縮できる。道を塞ぐ巨人を片付けるぞ。迂回によって移動距離が伸びれば危険も増す。巨人の討伐を急げ。救援要請か。行くぞ。後続班を巨人と交戦させるな。急いで片付けるぞ。手番してやる。こんなもんだ。よし、これで大通りを通過させられるな。後続の各班がそれぞれ移動を開始したようだな。俺たちで援護するぞ。討伐だけは。次だ。ニケカ、この道の安全を確保すれば後続班の移動距離が縮まる。協力してくれ。大通りの巨人は相当しおいた。安全に通過できるはずだ。 ありがとうございます。片付けよう。やるよ。ミケさん、ここを確保すれば後続班の移動距離を縮められそうです。こんなもんだ。こいつを使えばこの道の安全が確保できるぞ。相手になるよ。助かりました。私先に本体と合流してますね。片付けよう。これがないとな。よし、これなら後続班もここを迂回せずに済むだろう。あとは我々でここを死守するぞ。こっちだ、巨人ども。